はい、皆さんこんにちは、こんばんは。今回はね、ちょっとスピーカーボックスのね、まあ、試験的なものをね、作りたいなと思ってね、今作ってますね。でね、まあこれ高さがね31センチのね、幅がね22センチですね、奥行きがね29センチのね、スピーカーボックス作ってますね。これね、板の厚みがね結構あるんですよね。これ14ミリぐらいありますね。これはね、3段のねカラーボックスの潰したやつですね、不要になったやつをね加工してますね、今ね。幸いにしてね、これ圧縮鋼板でね、これ全部ね中詰まってますんでね、これはねちょっとラッキーやったですね。安物やったらね、これハリボテのねカラーボックスになるんでねこれはね良かったかなと思いますね。まあとりあえずね、まあ骨組みはできたんでね、まああと 2,3 日のうちにね完成させてやろうかなと思いますね。裏のねまあ板もね完成したんでね、まああとちょっと仕上げをね、まあ綺麗に、まあある程度、まあ試験的な、もうこの表面だけをねスピーカー入れ替えてね、いろいろなこう実験用に使おうかなと思ってるんでね、まあそこそこぐらいには仕上げようかなと思うんですけどね。まあ本日はね以上になります。ありがとうございました。失礼します。